するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。それではトン3曲参りましょう。皆さん手配を開けてください。トン3曲、土田さんは親番です。さあ全曲は3900点上がりました、はい、少し耕していい上がりが少しできたんで、はい、ここでまた親でね一生懸命耕そうというドラゴハクにはこう非常にいいハイパイきましたね。今回トンがトイラブトン満願ですね。え、そこからの話ですから。で白白って途中で弾いてきたら親っぱねになるって。で、日向さんは、はい、これ大地では何切りますか普段。チュンがこう表示牌に1枚見えてるんですね。え、チュン切るのも好きなんですけど、まあ、9-1だったりですか。9万ね。はい。甘いなぁ、わからずなぁ。トンは出たら仕掛けていくんですか ?1 枚目から。泣きますね。泣いていく。トイトイの基本は、端の方、要するに、ポン材を、いいポン材を増やす。うん。ね。それから、自分の手の中にあるトイツを読まれないようにする。はい、この2つが大事なんですよ。あと初動のかけ方、最初1泣き、最初に泣くところが例えば1万から泣いてしまうともうダメですよね。ダメっていうのはトンとか数層とかローピンとかが残るんで非常に不安定なんで、うんうん、この最初に泣く初動をかける場合は数層かローピンかトンなんですよ。ポンするならポンするなら数層かローピンかトンなんですよ。で1万は2泣き、もうこれは決めておかなきゃいけない。先にもう。そうしないと、トイトイはうまく仕上がらない。途中で、もしじゃあトンから泣けましたって時に、トイトイのイメージが崩れてくツモだったら、それはそれで、途中で変えてもいいですか？トン1曲、はい、トン2曲、上がれて、トン先を迎えたんで、もうこれはイメージ変えちゃいけない曲なんですよ。何があっても、トイトイなんですよ。それ以外はなし。赤嘘とか来たら。だって、日向さん、はい、私の大地だ三層ですから。あ、大地だ三層なんですか。トイツを読まれないようにする。手の中にある数層のトイツを。今話聞いててパーピンやリャンピンもじゃあ違うのかなと思ったら、うん、だからやっぱりそこに行っちゃうんですね。ローピンの近くのパーピンはその次に切らなきゃいけない、うん、で9万とかリャンピン、ナン、チュンもそうですけどポンしやすい範囲なんで、パーピンもそうなんですけど、パーピンはローピンがトイツなんで、トンのトイツが後から切ると、まあ、分かりやすくなってしまうんで、3層パーピンって並べる、もしくはパーピン3層と並べるのがいい。釜の作り方、はい、第一打はこの手3層切りだから、赤嘘を切たら当然つも切る。つも切りトイトイに赤は関係ほとんどないんで、自分がトイツなら別ですけど、来た赤は気にしないって、いい範余っちゃうんで、ラブトントイトイでも十分ですしね、ええ、なるほど。だからこれ三層からなんですね、はい、周りのうちでもね、毎度毎度自敗からは切らない方が一人いらっしゃいますからね、ちょっと気にしてくれますよね、こういうのもね。特にレベルが、相手のレベルが上がると、はい、トイトイはマークされるんで、トントンポンして、この変則的な川だと、うんうん、確かによほど工夫しないと上がる、はい、お、もう一人、僕も変則みたいな手配がトイメンですね。ローソーからいった。この手はチートイツで上がる場合は、そうですよ、万が一チートイツの場合は白がないとダメ。白がないとダメ、ない場合はそれはチートイツとして認めない。今のところ E1 以外は出てきたらポンスターって動き出す。はい。チートイツの土田さんが今回はトイトイ宣言。トイトイ、やっぱりね、トントンっていうのは大きいですよ。そうですよね。内定リャンハン。で、耕してる時間なんで、はい。チートイツの場合はドラドラ、うん、っていうのはもう必然弾けるか。もしハクが来た時にはもうハクハクって来たらチートイツにします。はい、ハク1枚来た時はね、とりあえず置いて様子見るってことですよね。でもトイトイなんで出たらポンしますよ。ただのドラ切りだ、だいたいあの辺からこの辺泣けそうだから、はい、確かにトイメン、ええ、もうあそこをターゲットにしてるわけですよ。ローソーチーピンと打ち出しています。スーソーローピンはいらないでしょ。そういうことスーピンで、ソーズとピンズが出てますから、はい、マンズがこの川は若干高い、うんうん、しかも真ん中の方から切ってるんで、端19自敗も高い川になる。なぜなら白がドラなんで、はい、そういう手組みにしてるわけですよ。
端の方を利用しながら万が一上がれたら高い手、うんうん、だからここは9万。なるほど。ここ9万重なっても今度は泣きにくいだろうな。ここは数ピンとローピンと数層は向かい側の方から泣けるだろうなっていう。今チートイズのイーシャンテンですけど、今の状況でも出てきたらポンをすると。当然ですね。いうことですね。テンパしててもポンしますから。チートイズ。チートイズでテンパしてても。はい。なるほど。で、なんかチートイズの土田さんがそんなにこう、チートイズでテンパしててもポンするって言われるとちょっと面白いですね。はい。さあどうだ、何が来る？初。これ1枚切れ。はい。自敗はどうですか？ここの1枚切れとここの1枚切れでは、やっぱりこの、ある意味ションパイなんで、こっちから切る。なるほど。ある意味ね。場には出てないんで、見えてるだけで場には出てないんで、場に出ている牌を残すっていう。これはもう、チートイツやる場合の基本ですね。なるほど。その差があるんですね。はい。ほらほら、近づいてきた。はい、持ってきなさい。スーピン、ローピン、スーソー。そう赤うそつむぎりでしたね。はい。いで痛くないよ。痛くないです。第一代に切ってますけど。なんで痛がってたら、やってられないじゃん。自分に言い聞かせるような。そろそろトンがこのサイドから出てきておかしくないんですよね、こういう場は。ここが変則なんで、はい、トンぐらい流れないかなーなとか思って、パッとこう出てくる可能性はあるんですね。おー。まあ、一番自然な捨て牌は神茶ですか。そうですね。ここもある程度自然ですね。ローは少し早いですが、はい、いい層が来ました。場に一枚切れ。チートイツの方向ならいい街ですけどね。いや、これはこのトイツを分からないように先切っとかなきゃダメです、はい。本当は残したいんですよ。チートイツやる場合は。リャンピンは。19自敗は向かい側が持ってるんで、あんまり重なりにくいんですよ。でもチートイツやる気ないから安全牌で置いてるだけで。そういう残し方なんですね、はい。このサイドからリーチ来るんで、その安全牌で置いてるだけですから。確かにそうだ。3種類とも両脇の安全牌。はい。今度は手出しのペイ。なかなか。ローワン。はい。ちょっと悪い人だと、ここでイースを切っておいて、後からポンして6万切ると、その周りを持ってるっていう風に読ませておいて、普通の手だって読ませておく手段はあるんですけど、はあ、この局は、ここ6万安全牌なんで残しときたいなって思うんだけれども、万全を期して差し込みもあって選んでるわけですね。悪い人になっちゃうからやってみます熱く語ってそれを採用しましたねさあ今回泣ける牌はなかなか出てきません。おかしいな向かい側の人。向かいの方もでも悩んでますよ。手は止まってますから。いいピンだ。これで国士無双を諦めたっていう感じですね。これは9でしたね。オーソドックスに切ってね、後から6万をチラッとです演出ですね。演出ですね。匠の技。ドッコさんの、下ちゃんの現物じゃなくて、そういう悪いことはしちゃいけませんけどね、はい。選んでるわけですね、人も見て。一応こう、若干 0.5 シャンテン分こっちの方が早いんで。現状はチートイズのイーシャンですが、仕掛けても行きたいとおっしゃっていました、土田さん。ですが、泣ける牌が一向には出てきません。イライラしてきた。まあ、自身でこれもチートイズ仕上げちゃうのが早いかもしれない。さすがに2段目の皮終わるぐらいだったらね、トイトイやってればって、いいピン、9ピンでしょ。ほんとだ。この辺持ってないんで、参ったなぁ。まだ山に残っていてもおかしくない。6枚、よかった。共通安全牌だった。こんなことあるんですね。あ、突然こうになった。二人ね、両脇の安全牌になったロマンを残して、アクセントですね。ローリエみたいな感じに使ってるわけですね。お料理で使う。あ、そうそう、ローリエ。ローリエだって、ハーブみたいに使うわけですね。急須が出てきました。チャツね。チャツで言いたかっただけみたいなチャツが出てきました。いやー、すごいな。面白いですね。この思考と作り方と。あ、これも。でもなかなかこの両脇自然なスタートだなと思ったんですけど、リーチは来ませんね。なんかラッキーですね、親としては。うん、だ1万も1枚出たんで、2枚目はポンしますよ。はい、で、1枚目の E1 は仕掛けないと言っていましたが、次の E1 はさすがにですよね。だけど、向かい側の方が共通安全牌のチューンを切ってきたってことは、やめてるわけじゃないんですよ。はい、このチューン、はい。これは非常に危険なサイン。
俺もやってるよって。俺はもう脇役じゃねえ。例えばリアンシャンテンだとしてもドラドラはあるぞみたいな。白ですか、うん、だからあの大したリーチは来ない。まあ赤ありなんでこう赤1枚出てるんで、赤ウーマンと赤ウーピンが自分でもし赤ウーマン持ってたとしたら、はい、かなり 小型2人は打点が安いんで、あ、共通安全牌持つ必要ないっていう、そういう結論ですよ。ちょっとじゃあ黄色信号ぐらいはだから1枚切れの、これは早めに切らないと危ないじゃないですか。まずいぞまずいぞって。今度は GP 切っとくぞって。なるほど。まあ、チーピンも手に残した。チーピン危ないですよ。ね、こっちサイドね、今度ね。両脇に通っていない、はい。あ、チーピン。なんだよ。チーピン取るんじゃん。いいですね。一巡ごとに、この一騎一遊が。あ、今度は初の手出し。これも安全牌ですね。そうでしょ。嫌でしょ。ちょっと気持ち悪い。共通安全牌はあんなに切れるなんて。例えば、1、2、あの、この切った時に、8種だったはずなんですよ。9種じゃなくて。はい。国士無造。で、1、2、3、4、5、残り3種。9万と1万薄いんで、例えば白って1種でしょ、うん、それから、トンで1種、トン1枚持ってる可能性がある。うんうんうん、そうすると、あともう1種類はっていうと、あれ何はどうなんだろう。危ない。で、1万は持たれてんのかなって、こっちの手がちょっと心配になって。ね、今、次の最後は会えないかもしれないですね。今通った GP、はい、もうこうなったら気持ちはチートイスでもいいわ。あの時あんなにチートイスはもうさよならって言ってたのに、もうこの順目とこのだからちょっと女らしさ出てきました。だってここは泣けるはずだったんだもん。あちらさんの川から一向に泣けませんでしたね。なんだよ、持ってこなかったってことですね。なんで両脇にあるかまだ山かで、これマピソの法則でこう脂っこいとこ切った後にウソも出てきたでしょ。はい、これはおそらく天杯入ったかなっていう感じですよね。マピソの法則は2種類出てきて、はい、最後にもう1種類、最後の3種類目が出てきたらかなり整っている。ローワン。これも天杯したかも したかもなっていうサイン、わざと。あ、俺だって参加してるんだぞと。俺だって6番切れるんだぞっていうね。両脇の見物。あ、なんでですね。これもう次何か出てきた時仕掛けます？もう泣きません。もうあの向かい側の方にトーンを持たれてるんで泣きません。はい、あーもう全然テンパしなくなっちゃう。これリアンピン3枚切れですから場に。これ絶対重ならないですね、リアンピンは。安全牌ですね。もう、スーソーもローピンもイーワンもトーンも。ローリエがどうした？あ、あれ6万手出しの後に嘘を切ってきましたよ。はい。ハブに対して。ってことは？なんだよ。やばいじゃん。6万危なかったじゃん。かなりやる気じゃないです。ああ、危ない危ない危ない。もうこんなの切っちゃいけない。切っちゃいけないですよ、もうね。あ、じゃあもうかなりもう受け身ですか？ガッチリガード。だってこれ、一つも投げなかったの。ねえ、こんなことあるんですね。天敗でもおかしくないですか？対面は。だから、こういう場なんで、面本チート打つってことは十分考えられますよね。うんうんうん、ね。で、今、あ、これテンパイじゃないのかな、日本では。日本ではダメかな。残念ながら、はい。採用されてない。いや、M リーグルール、4枚使いのチート打つはございませんので、諦めていただけると。リャンピンが4枚切れてるんで、因数ピンの間違いがここはありません。はい。ここの問題は数値ピンだけですけどね。うん、親に対して老僧、一応突っ張ってきてるんで。あと積む回数1回ですね、津田さん、だからもうガードハロー、はい、なるほど、はい、しっかりもう受けと、ねえ、ここは受けですね。思いのほかは泣けなかった。確かに。そうするとこういう時の関西ってどうなんですか？え、最後配定をなくすんですよね、ドッポさんのね。そう、ドッポさんの転売させないぞっていう、うんうん、今貼ってないですか？うん、貼ってないと思うんだよ。神ちゃんは？神ちゃん貼ってます。トイメンは？かん。かわいい。トイメンは、トイメンはあれですよ、初かぶったんで貼ってないです。初かぶったから貼ってない、はい、さあ、シンドラパーソー、スーピンのカンをして、ドッポさんの配定を消し去りました。これが配定です。流局テンパイの方は一人だろ。はい。何人テンパイしてるか。あ、ノーテン。テンパイしてんの？うんと。
ああ、今回の白があれなんですね。ワンパイに2枚だったんだ、残り。で、トンは？使えないなぁ。でも、土田さんのおっしゃった通り、やっぱりないですね。ないから、持ってきさえすれば、出たのに、持ってきませんでした。あの、イシャンテンのうちに出してくれればいいのに。え？待って、ローピンも、と1枚山だし、スーソーもまだ1枚や、あ、ワンパイですね。1枚暇ありましたね。おっしゃってた通りだ、本当に。中発南平白。今、情報を入れています。3人の情報を今吸収して、さらにこう、情報量増やして強くなっています。九州。さあ、このような情報でした。割とマズがまとまってたから、そうか。国史は諦めた。はい。読みはバッチリでしたが、今回は残りの俳たちがワンパイという。本当。あの、カモちゃんから出てこなかったもんね。トイメンのことカモちゃんって言うのやめてください。あの、ポンガモっていうの。ポンガモね、うん。ポンガモとロンガモと二人、二通りに分かれる。ポンガモできなかったです、ね。さっきの曲は、ロンガモだった。あ、みんなのことをね。はい、すぐ出てくるか。でもこれはポンガモだったんだけど、こう、ずーっと見てたの、赤嘘出てきたけど、この辺が出てこないの。ね、カモってあのカモでいいんですか、はい、あ、あり、皆さん使ってください。ポンカモ。あ、カモの方ですか。感じじゃありませんでした。どっち使ってもいいですよ、皆さんね。はい、ありがとうございます。はい、いや、これで親は流れてしまいましたが、読みはバッチリでございました。さあ、この後。まだ耕せなかったね。まだまだ努力が足りないな。次も耕していくわけですね。新しい桑を持ってこないと。楽しみでございます、はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。